かけそばは、そばを器に入れて、熱いつゆをかけた、日本の麺料理である。単に、かけとも呼ぶ。もともとは、ぶっかけそばと称した。年末の年越しそばのように、寒い時期のそばとしては特に好まれる食べ方とも、なっている。茹でた麺は、冷水や氷水で締めて、ぬめりを取り、麺の腰を出した後、熱湯で湯がいてから熱いつゆの中に入れる。この手間を省いて、 冷水で締めなかったり茹で置きのそばを使用する店もあるが味に厳しい店では行わない。冷水で締めず熱いつゆを入れた器に茹でたそばとそのお湯をそのまま入れたそばは釜揚げそばというつゆ裸足に返しを入れて作る。かけそばの場合はそば湯が提供されない店もある。そばつうはりそばを好むと申されるが昔はかけそばも粋な食べ方が難しいそば通りの 食べ物であった。そばの代わりにうどんを使ったものはかけうどんとなるが、大阪など、関西地方ではこれをそう,うどんと呼ぶこともある。かけそばは、元禄時代にせっかちな江戸っ子の煮運び妊婦などが、つゆをつけてから食べるそばは面倒と思い、そばにつゆをかけて食べるようになったことが始まりである。現代の立ち食いそばより以前に、江戸時代には、屋台の蕎麦屋があり、これは大人気となっている。 寒い時期には熱い梅雨で食べた。寒永4年間の蕎麦前書には新材木町にあった品の屋のぶっかけが始まりとの記述がある。冷たい梅雨をかけていたが寒い時期には熱い梅雨をかけるようになり、完成からはそれをかけ蕎麦と呼ぶようになっていった。当時は蕎麦前書においても下品な食べ方とされていた。従来の梅雨につけて食べる蕎麦は森蕎麦と呼び、 区別するようになった。料理を器一つで食す、勘弁さが重宝がられ、各地域へ広がった。現代では、冷たいつゆを使用したかけそばは、ぶっかけそばと呼んで区別する場合がある。冷かけ、冷やしと呼ぶ場合もある。富士そばのかけそばかけそばは、熱いだし汁をかけただけのそばを指す言葉で、かけうどんも同様である。しかしながら種物であっても、りそばや漬けそば、 冷やしそばなどのタイミンとして、温かい汁をかけたそば、うどん全般を、かけそば、かけうどんと表現する場合もある。一般的に、かけそば、かけうどんに、薬味のネギ程度のトッピングが多いが、地域によっては、かけそば、かけうどん、そううどんというメニューであっても、かまぼこや天かす、わかめ、とろろ昆布、少量の肉や油揚げなどがトッピングされていることもある。そばや麺 チルド麺も商品として販売されている。ありがとうございます。